良かったと思うのが、やっぱりその私たちが個人でこういうクラウドファンディングを始めようと思っても何していいかわからないっていうのが、まあ、一番やっぱり不安でもあると思うので、最初は始めるスタート、まあ、スポチニーさんの、まあ、一つのチームを作って、こうやって皆さんの協力のおかげでこういうふうに貴重な経験をさせていただいて、いろんな部分でこう支えてもらったのがすごくありがたかったです。めちゃくちゃ、うん、なんかかっこよくしていただいて。あ、本当ですか。はい、びっくりしました。なんか、あ、本当ですか。どんな感じになるんだろうと思ってたんですけど、はい、あんなかっこよくしていただけるなんて思ってなくて。あ、いえいえいえ、すごいなってもうそれだけ思いました。やっぱりいろんな人に私っていう名前を知っていただいて、まあ、いろんな人から今までよりも見られてるっていうのもあって、なんかもっと自分の行動とか言動に責任を持たなきゃいけないなとか、改めて自分はプロテニスプレイヤーなんだとか、なんかそういう実感がすごく湧きました、初めてから、はい、自分のテニスを通して世界中の子どもたちに夢だったり希望だったりを与えられるような選手になりたくて、テニスの目標としてはもちろんグランドスラムに出場することが私の目標であり、まあ、夢であります。